今日の名言、スティーブ・ジョブズ、アップル創業者。あなたの時間は限られている。だから他人の人生を生きたりして無駄に過ごしてはいけない。素晴らしい仕事をする唯一の方法は自分のやっていることを好きになることだ。まだそれを見つけていないのなら探し続けなければいけない。この地上で過ごせる時間には限りがある。本当に大事なことを本当に一生懸命できる機会は2つか3つぐらいしかないものだ。夢を実現できるか否かは途中で諦めるかどうかにかかっている。必要なのは強い情熱なんだ。最も重要な決定とは何をするかではなく何をしないかを決めること。重要なことに集中する唯一の方法はノーということだ。何かを捨てないと前には進めない。何を捨てるかで誇りが問われ、何を守るかで愛情が問われる。過去ばかり振り向いていたのではダメだ。自分がこれまで何をしてこれまでに誰だったのかを受け止めた上でそれを捨てればいい。人生には時としてレンガで頭をぶん殴られるようなひどいことも起こるものだ。だけど信念を放り投げちゃいけない。卓上計算機しか使ったことがない人にマッキントッシュがどういうものか尋ねても答えられなかっただろう。それについて消費者リサーチを行うのは無理だ。とにかく作ってみんなに見せてどう思うと聞くしかない。インターネットやパソコンは知識や情報を伝えることに偏っている。私はパソコンを人間性あふれる存在にし、人々が自分の感情をより豊かに表現する手伝いをしたい。模倣する方が楽かもしれない。でもそんなことをしても世界は良くならない。あなたがテレビのスイッチをオンにするのはあなたが自分の脳のスイッチをオフにしたいからだと思う。一方コンピュータで仕事をするのは脳のスイッチをオンにしたい時ではないか。コンピュータの分野に進んだのはやっている人がほとんどいない領域だったからだ。優れた仕事ができないのはそう期待されていないからだ。アップル社再建の妙薬は費用を削減することではない。現在の苦境から抜け出す斬新な方法を生み出すことだ。アップルは他社からの避難民で成り立っている。ものすごく頭がいいんだが他社ではトラブルの種になるような連中ばかりなんだ。優秀だとは聞いていたがガラクタばかり作っていたな。僕のところで働けよ。何が欲しいかなんてそれを見せられるまでわからないことが多い。キャリアなのではない、私の人生なんだ。美しい女性を口説こうと思った時、ライバルの男がバラの花を10本送ったら君は15本送るかい？そう思った時点で君の負けだ。ライバルが何をしようと関係ない。その女性が本当に何を望んでいるのかを見極めることが重要なんだ。アップルがやらなければどこもやらないんだ。だから僕はここにいるんだ。偉大な製品は情熱的な人々からしか生まれない。私は本当に好きな物事しか続けられないと確信している。何が好きなのかを探すことだ。あなたの仕事も
恋人も、重要な仕事を与えてやることが大事なんだ。朝食のシリアルを作るみたいな仕事じゃなくてね。もし今日が人生最後の日だとしたら、今やろうとしていることは本当に自分のやりたいことだろうか。スティーブ・ジョブズは2011年10月5日、脾臓がんにより56歳で逝去しました。